今回の動画では平安時代の文化について見ていきたいと思います貴族が中心になったこの時代は一体どんな文化が栄えたんでしょうか前の動画で見た通り平安時代の始まりは794年泣くよえね794年8世紀の終わりですそこからたい100年ぐらいは奈良時代から続くような文化になっていましたところが9世紀の終わりに ある出来事がが起きてそれが変わります。何が起きたかというと遣唐使が停止取りやめになっていうのは唐に中国の唐に使いを送って中国の大陸の文化とか技術を学んで帰ってきていたんやね。ところがこれが止まってしまうと中国大陸から入ってくる文化とか技術が止まってしまうことになるんです。 それじゃあ日本の文化はその出来事でどうなったでしょうかっていうとこれまで入ってきていた大陸の文化とかをもとにしながらも日本独自の日本風のオリジナルの文化が生まれていくことになりましたそれじゃあ具体的にどんなものが作られたりしていったんでしょうか まず見てほしいのが建物です貴族の人たちが住んでいた建物ここに書いてある神殿造りと呼ばれる造りの建物ができてきました神殿造り貴族の平安時代の貴族の家っていうとこういう豪華なイメージが湧くんじゃないかなと思いますもちろんこうした池があるとか大きい庭があるとかっていうのも一つの特徴やねんけど神殿造りの一番大きな特徴は 開放的な家ですちょっと難しい言葉かもしれないけどそれまでの時代に比べると開放的なな家になりました。どういうことかというとおじいちゃんおばあちゃんの家とか田舎の家を思い出してみてください畳の部屋があって扉もここが玄関っていうよりは玄関ももちろんあるんやけどいっぱい扉があってそれを開けるとこの縁側から外から自由に入ってこれるような家のスタイルやね これってなかなか他の国には実はあまりありません。そして家の中も部屋がきっちり区切られているというよりは、襖どけると次の部屋とつながっていて、全部襖を取っ払うと大きい畳の部屋になったりまするよね。すごく開放的でオープン開かれています。実はあれが日本の家の大きな特徴です。そしてその特徴ができたのがこの神殿づくりが始まりになる。 この開放的な家の特徴っていうのはその後の時代も残っていって日本の家の形になっていったんです。これが神殿造りの建物です。それでは次、どんどん見ていきましょう。次、紹介したいのはみんなも毎日使っているものです。それがこの時代に生まれました。実は今もみんなが見ているものです。何かというと動画ではなくてこれです。金文字です。金文字っていうのはひらがな、カタカナのことです。 そしてこれは実は実漢字をも,とにしていますもしかしたら国語の授業で習ったかもしれません。中国から入ってきた漢字をもとにしてそれを崩すようにしてひらがなとそしてそこからカタカナが作られていきましたカタカナはこの漢字の部品を取ってきたような感じでねそういう風にしてみんなが使っている金文字というのが作られていったのも実は平安時代なです そしてこの金文字ができたことでこれまでは漢字だけで難しいなかなか文字を読む人は少なかったんやけどたくさんの人が文字を読んだり書いたりするようになりましたもちろん農民とかは読めません貴族の人たちやねんけどこれまではなかったような人たちが文字に触れるようになったんです特にどういう人たちが触れるようになったかというと女性です 女の人たちが文字を使って金文字を使って小説物語や随筆というのを書くようになりましたその中でも有名なのがこの紫式部さんです紫式部さんは百人一首やったことがあるかな百人一首にも出てくるよね紫式部そして今はなかなか見れませんが二千円札二千円札のこの端に載っているこの人紫式部です 紫式部さんが書いたので有名なのは「源氏物語」と呼ばれる小説です光源氏という貴族の超イケメンのモテモテ主人公がいますその人がいろんな人と女性いろんな女性と恋愛をしたり政治の模様を描いたり当時の貴,族の貴族の生活を伝えたりそういう小説です 結構じゃななないとてても有名な小説になってます。紫式部の小説「源氏物語」ですそしてもう一人有名なのがこの人このどうやって読むかっていうと正正納言というのはこれ暗いです正が名前を表しているのでそこで切って正正納言さんですこの人の随筆枕草子もまた有名な作品です随筆っていうのは今の よく使われる言葉で言うとエッセイです小説は物語があってお話になってるけどエッセイはこの清少納言さんが思ったことをつらつらと書いてあるのがエッセイです例えばどんなものがあるかというとかわいらしいものっていうテーマのエッセイもあったりしますどういうものかというと例えばネズミの 声の真似をすると、チュチュチュって真似すると、スズメがやってきた、かわいい、みたいな。とか、あとは、二三歳ぐらいの小さい子がハイハイをしていると。ハイハイをしていると、こう地面にほこりが落ちているのを見つけた。それをあ、あ見つけたって言って、指でつまんで大人に見せに来る。ほら、見つけたよって見せに来る。ああ、かわいい、みたいな。そういうものが書いてあります。なんか私たちの今の感覚と結構似てるよね。まあそういうかわいいものとか。 あとは虫はこんなやみたいなそういうテーマを決めて自分が思ったことを書いてあるエッセイというのがありますそこからその当時の人々平安時代の貴族の人々の考え方とか生活が見えてくる面白い作品ですそしてもう一つ実はこのお札に出てきている絵もそうなんやけど日本風の絵絵絵画というのも生まれました 日本のことを「大和」とも言ったりするので「大和絵」というのが生まれたんです。日本の絵画「大和絵」が発達をしました。「源氏物語」をちょっと絵にした「源氏物語絵巻」という作品があるんやけどこれその作品です。源氏物語の様子がイラストでわかるようになっています。これ「大和絵」になってます。こういう感じの日本独自の絵が生まれてきましたよと。そして最後紹介し,しておきたいのが 前の動画で話した藤原道長がいたよね。この人の息子にり道という人がいました。これでり道と読みます。ちょっと難しいです。このり道さんが建てた建物、これが平等院。これで平等院。平等院は習ってるかなこれが難しいです。法王と読みます。平等院法王堂という建物を京都府の宇治市に建てました。 これどういうふうに建てたかっていうと神殿造りとかじゃないよね何かというとこれは仏教の力が衰えていったまこの時代は仏教の力が衰えていったと考えられていたんですまそこから仏教が衰えてもその後の亡くなった自分が死んだ後の世界でも幸せに生きられるように死んだ後の世界をイメージして作ったと言われていますまなんとなくそんな感じがするよね この建物と池、なんか死んんだ後のの世界のようななイメージがします。でそういう風に考えるようになったかっていうと仏教の考えの中には末法という考え方があります。これ何かっていうと仏教を開いた始めたブッダさん釈迦とも言うけどブッダさんが自分が亡くなって1500年とか2000年すると仏教の力が衰え衰えてもう世の中はダメになるで。 言ってたんです。まあそのダメになった時代のことをマッポと言いましたそして日本ではちょうどこの平安時代の後半ぐらいからマッポになると言われていたんですえ当時の貴族の人たちは仏教を結構信じていたのでマッポウなったらやばいわというふうに考えてたわけですえそれまでは仏教の力で幸せになろう今は幸せになろうとどっちらかっていうと考えてたんやけどもうマッポウなったら無理やと なんとか死んだ後でも幸せになりたいということで死んだ後の世界それを仏教の言葉で極楽浄土と言います。それを求めてこうした建物とか芸術の作品というのを作っていきました。